耳から学ぶドリール氏の教え15人間3危機物語。物事が成功する4条件は、1目的と、2明瞭な想念と、3非利己的心的衝動と、4意思とである。注釈、はっきりとした目標を変更せずに努力し続ける意志が必要である。この世の一つの方向は光と生命であるから、光と生命と似合うようなもの、つまり無我的利他的なものでなければならないのである。無限がもたらしたものは我々が借りているのであって、もらったのではない。宇宙からのものを利己的に握ることによって、チャンネル、通路を閉ざすことになるのである。汝自身を典型の通路、だらしめよ、という語歌がある。注釈、自己内在の無限能力、自己が死からいただいた教えなどは無限からのものである。利己的に掴むということは、貯水槽の蛇口を止めるようなものである。無限からのものは有効に使えば使うほど吹き出してくるのである。泉の水が汲めば汲むほど溢れ出るように。自己の中に全てのもののエッセンス、精髄があると分かったら、自分自身が全ての源であることが分かる。注釈、汝自身を知れ、さすれば全てを知らん、とはこのことである。世界も宇宙も神も無限も、全て自己のうちにあるのである。青い鳥は世界中を遍歴しても見当たらないのである。青い鳥は自己のうちにいるのである。人は自己の心のキャプテン、船長であり、自己の運命の主人公である。誰も他人を支配できない。誰も相手に道を示す以外の権利はない。注釈、心のキャプテンとは、心は真我の道具だということである。運命は受動的なものではなく能動的なものであり、舵取り一つでどうにでもなるというものなのである。この絶対的自主性は、いかに大聖者といえども犯すことはできないのである。だから道に迷っている人には道を示すことができるだけで、どの道を行けと強制はできないのである。病気治しでも、相手に真理を悟らせて自然に病気が退散するようにした方が最良の策なのである。気の進まないものを無理に治癒することもないし、治療効果も上げることができないのである。すべては我々のうちに存在する。あなたが意思さえすれば、その力はあなたのものである。ここで意思というのは集中ということを意味しているのではない。ここでの意思の意味は、あなたが思うところのすべての意思的知識ということである。注釈、我々は神、宇宙意識の光であるから、すべてのものがうちに潜在するのである。これをはっきりと認識するのが悟りであり、かくすればかくなるとの当然のこととしての知識が意思的知識である。必ずこのようになる、ならせるといった感じである。これは自分がなさせるという意思を含むのである。自己以外のどなたかがしてくださるだろうというのは信心である。真の信仰は意思的知識でなければならない。死後の世界は魂の中にある。宇宙も魂の中にある。魂は神なる宇宙霊の部分だからである。神と魂は一である。魂にとっては自分以外の存在物なんて何も存在しない。これを悟れば宇宙の鍵が開ける。汝自身を知れ、さすれば全てを知らん、もこのことである。注釈、全ては自己の魂、真我の中にあるということである。三次元的あるいは四次元的にも分かれて見えても、超次元的には同一なのである。
本書の各項目ごとの言葉を相対的に見ると矛盾したものがあるように見えるが、これは一つの事柄の位相的な相違と包括的表現、部分的表現、高次元的表現、低次元的表現等から来る表面的相違なのである。無限界のことを有限界の言葉で表現する必要上の矛盾である。地獄は物質界にあり、我々は全部地獄にいるのだ。気づかないだけである。注釈。地獄、極楽という考え方は方便的に考え出されたものであり、実在的なものではない。もっともバルト界の一要素の方便的表現とも言える。ある面から見れば、この三次元物質界で魂が足かせ手かせの束縛に苦しめられているのが地獄と言えよう。人間の魂は睡眠中は無限界へ帰っているのであるから、魂にとっての昼は肉体人間の夜であり、肉体人間の昼は魂にとっての夜、地獄であるというのもこのような観点からである。創造の初めに人間の魂は18に分かれた。聖者、大道士、マスターと言われる人はその片方だけが悟って神と一体となった人である。大聖者、アデプトと言われる方は18の魂が全部18者たる神と一体となっておられる方である。救世主、アバータと呼ばれる方は初めから神と一体であって、人間堕落の経験のない魂のことである。注釈。これは非常に深遠な教えで簡単に説明ができない。神が三次元界に人間を自己の光の部分として送られた。その三次元界は九つに分かれているのである。それらは振動の違いによってのみ存するから、同場所に九階、九つの階が同時存在するのである。これはテレビ波もラジオ波も同在するようなものである。はじめに男女両生体一人が不老不死として存在したが、堕落してから速やかに体についたネガティブをなくするために男女に分け死というものを経験するようにされたのである。九階にある九つが男女に分かれて18ということである。男性体九つと女性体九つとがあり、そのどちらか一方が悟って真が一体となったものをシックルとか大道士、マスターとか言っているのであり、我々の当面の大目標である。一つの階で悟ると他の8階のものも悟る。男女両体18体とも悟って真が一体となられた方を大聖者、アデプトと呼ぶのである。初めから神と一体で堕落を経験しない方が仮に三次元体を取られるのを救世主、アバータと呼んでいるのである。イエス氏などはアバータであり、霊界にはアデプトが多くおられ、地球の聖者方は大部分マスターである。一つのものも鏡が九つあれば九つに映るようなものだと思えばよいであろう。魂が肉体の中へ入るのでない。肉体は高級界のエゴ、自我、魂が使う機械に過ぎない。注釈。本当の自我は高級界にいて迷いもしないし罪も犯さない。肉体を道具として住処としている魂、神我の繁栄が三次元界に束縛されているのである。この辺のところが最も理解しにくいところである。偶発事故なんてない。すべては法則によって生ずるのである。あなたはあなた自身の保険者なのである。心配が別の心配事を生むのである。我々の恐れるところのものが我々にやってくるのである。まず恐怖をなくすることである。注釈。すべては因果法則と心の法則によって生ずるのである。恐れる、心配するということは心の中でそのことの到来を想像しているということである。我々は自己の真我の非保険者なのである。つまり
神が我々の保険者なのである。何を恐れ、何を思い煩うのか。